こんにちは、総合監督と申します。ウニグラム2019マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、どうしてもねネイマールが欲しいんやということで、ネイマール獲得目指してね、今日もやっていきたいと思います。まあ、64,000 GP あるので2回ね、GP で引けます。それじゃあね、やっていきましょう。 GP で支払う。さあ、このね、レジェンドガチャ何回も引いてるんですけれども、なかなかね、ネイマールが出ないということで、今回こそは獲得。またイングランドプレミアリーグ、なかなかリーグフランスにならんし、しかもシルバーってこれ本当にもう誰だこれ、チョレバスですね。はい、ホレバスでした。ホセホレバス。シルバーやめてくれ。オッケー、次、最後もう間髪入れてきます。この辺の、ね、時間はねカットしていきましょう。なんせネイマールが欲しい。ネイマールが切ったら、バルサスカットを作る。あ、何これ、チャイナでシルバーやめて。あがいいな。パト、あ、アレシャンドルパト、懐かしい。アレシャンドルパト懐かしい。一昔前やったらね嬉しかったのかもしれんけど、なんかこのちょっとオッケー、もうあかん、このレジェンドのガチャには頼らん。てかもう残り114個か、なんか期間までになんか引けそうな気もするけどな。オッケー、今現在ブラックボール3つあります。これいきましょう。これで、ネイマール獲得したらいいんじゃないでしょうか。なかなかこれでも後編気すんのにな。リーグスペイン、リーグスペインやったらあかん。誰やこれ、グリーズマンか、違うな、もう完全にゴディン感じや。ゴディン感じ、ゴディン、うわー、アゴー、ゴディン、オッケー、分かったよ。次行こう。3つあるからな。3つでちょっと少ないけどな。ログインですらちょっとサボってた節があるからな、さっき。OK、次。リーグフランス、あかん、プレミアや。誰や、ケパ、ほい、ケパ。こうなったらケパ。あかん、願いも叶わぬ。背番号 10? え、10って誰だ、あ、ハリケーン。こんなところで来た。こんな形でやってきた。あごはい、ハリケーン。いや、これはちょっと嬉しいな、でも。嬉しいけど、今更やで。今更ノーマルのケインいるかって話だけどな。あ、なかなか俺、もめ当ての選手、本当に来ないな、これ。ブラックガチャ。オッケー、行きましょう。リーグフランス。お、ここ、来た。リーグフランスや。誰が来る?ここで、楽しみの。あ、来た!これ、もうネイマールの色じゃないな、これ、完全に。あかん、これ。あかん、許して、ベロラッティや。いや、もう、ほくろが目立つな。すごいな、でもこれ、ほくろしっかり再現されとって。はい、マルコ・ベロラッティ。いやー、すごい。はい、マルコ・ベロラッティ。でもね、ベロラッティ、僕、確かね、2個、今までで1個当たってんのか、これで2つ、まあ、リーチかかりましたね、これで。まあ、ベラティやったら、ネイマールと交換したいなと思います。ね。はい、ということで、まあ、引き続き、ちょっと今度からね、ちょっとサボらずにね、ちゃんとログインして、黒田物のね、ガチャ券ね、ちゃんと回収していきましょう。はい、それではね、試合の方ね、行こうかと思ったんですけれども、今回ですね、このペレグリに、実はね、スキルトレーナーね、ダブルタッチがついてるんですけれども、僕はこのラブルタッチじゃなくて、ヘッダーをつけたいんですよね。ということで、まあ、残りね、いくつあるんだか忘れましたけれども、まあ、こんだけあるスキルトレーナー使って、ダブルタッチじゃなく、ダブルタッチじゃなくというか、まあ、ヘッダーをね、つけていきたいと思います。はい、もうこれね、スキルトレーナー手に入らないんですけれどもね、もうじゃんじゃんいきます。これ時空ラターン、マリーシアはね、結構よくつきますね。チェイシングヘッダーついてほしい。ヒールトリック、この辺のね、足技系はいらない。ペレグリにちょっとヘッダーつけてほしいな。スパサブも他で誰かつけてほしい選手がいるといえばいるかもしれない。ダブルタッチはあかんやろ。こっち下使ってみよう。ルーレット。もうえっちゅうね。これちょっと何かつかなければ、変なスキルついたままね、ペレグリ過ごさないといけなくなる。あ、来た!おっしゃ!ヘッドついた。オッケー。ナイス。はい。ということで、無事ヘッダーつきました。